私ね、普段からいろいろ考えたり実験したりしてるんですけど、そのうちの一つにね、なるべく悲惨な人の人生に触れるっていうのをやってるのね。なんでかって言ったら、別に皆さんにね、悲惨な人相手にコーチングカウンセリングしてくれって言ってんじゃないの。だけどなるべく悲惨な人、自分が会うかもしれないとかね、中ですごい悲惨な体験をしたことがあるとかね、してる人っていうのに近しい人とセッションするシミュレーションがちゃんとできてれば、何が出てきてもビビんないんですよ。そういう人に対する対処法知ってたら。だから私の場合はとにかくいろんな人が出てきちゃうから、可能な限り世の中の悲惨な事例っていうのにあたって、でシミュレーションするわけ。その人が相談してきた時にどう対応したらいいかなっていうのをずっと考えてる。でそれは映画見ながらでもね、すごい悲惨な主人公とかね、舞台見てもね、でこの人来たらどうやって信頼関係作って、でどこに意識向けてって、どんな話出して、でどんな風に気分変えて、まずここまで持っていけたらいいから、そのためにはこれやってこれやって、あ違うかなって、もう要はね、コーチングのね、その序盤のね目標ね、中盤の目標、終盤の目標ってこう立てといて、ここに持っていくためにはどうしたらいい、ここに持っていくためにはどうしたらいい、もう詰め将棋の世界です。でそれをずっと考えてるってことです。でね、そんなのをやったケースの中で、まあこれたまに話すケースだけど、プレシャスっていう映画があって、別に見ることを推奨してる映画じゃないんですけど、プレシャスっていう、タイトルの映画があってね、ですごい悲惨な映画なのね。女子高生が主人公なんだけど、お父さんに、その子はね、レイプをされてね、で子供ができちゃうのね。で子供がね、障害を持ってるのか、結構重い障害を。で子供の子を一生懸命育てようと思うけど、でね、でお父さんはなんかそんな感じだし、でお母さんはお前がお父さんのことをたぶらかしたって言って虐待するの。つらいね。それで学校にもね、なんかいろんなみんなにいろいろいじめられていけなくなっちゃって高校ね、やめるんだけど、でも本当につらくて、でその時にフリースクールみたいなところがなんかあって、でそこの人と出会って、でそこの先生にちょっとだけ気持ちを開くのね。で泣きながらね言うの、誰も私のことを愛してないんだって、私なんか生きる価値がないんだって言うの。さあどうするさあどうするとか、その人が来たらそういうことを考えるわけで、でね、妄想でねやってもいいしね、あとはね、そのね最初のセリフを書いて、私暗い子だからね、最初のセリフを書いて、私のセリフを書いて、で相手の立場に立って、こうしたらこう来る、そうしたらこう来る、そうしたらあダメだそしたらじゃあこうしたらあこう来るとかっていうのを自分の中でシミュレーションするわけで、あなるほど、クライアントの心理ってこうやって動くんだっていうのを体験するね。で さっきのパターンがでも分かってたらね、多分いけるよ。ちなみに映画ではね、先生はどうしたかっていうとね、黙って話聞きながらね、ねプレシャスって、そんなことないよって、私はあなたのことを愛してるよっていうわけで、そこでは大きな変化は起きないんだけど、まあそういうふうに言ってくれる人がいるから、少しずつ状況は変わってくる。別にそれだっていいんだよ。だけどね、私だったら多分ね、こんな感じかなって、そっかって、プレシャスどうしたのって、何があったのって平然と聞くと思う。その要は辛い状況ではあるけどね、だって今日までは別にもう私はダメだとか愛されてないとかって別に言ってこなかったんだもん。だからどうした、何があったって言ったら、いやまたお母さんにこんなこと言われてって、で子供に対してどう関わったらいいか分かんないし、もうどうしたらいいか分かんない、誰も私のことなんか興味もないし、みんなきっと私のこと死んじゃえばいいと思ってるんだ、そっか辛いね、そっか辛すぎるねって、これでやるわけですよね。ねえ、話聞くだけかもしれないけど、聞くだけならできるからもうちょっと聞かせてって。でそこでね、いや自分なりに頑張ってきたんだとかね、やれることはやってきたって、でもこんな仕打ちも受けてこうでこうで、そうかそんなことがあったらさって、もう本当に一人だけで頑張ってるみたいな気持ちになるし、もうどうしていいか途方に暮れちゃうもんねってやるってことです。でどうしますか、さっきのどれかやればいいんですよ。いつ頃からそうなのって聞いてもいいわけ。
まあ、ずっとそうなのかもしれないけど、特にひどくなったのは、これこれ、あ、本当何があった、あ、そうかって、それはつらいね。物事始まりがあったら終わりがあったりすることもありますから そうなると、またどっかで意識が変わることもあるんだよ。私、特につらかったのは何って、あ、本当それはつらかったね、そうか、それ以外の時はって、少しマシな時はどんな感じだったのって、あ、そうかって、そんな時もあったんだねって、でもまあそういう辛いことがあったらどうしたらいいか分かんなくなっちゃうもんねって、やっていくと少しずつ意識がずれていくわけです。ソリューションフォーカスの人たちは、コーピングクエスチョンとかサバイバルクエスチョンというのを使います。もうこれもさっきやりました。どうやってサバイブしてきたのっていう質問です。相手がとにかく悲惨な状態だったらサバイバルクエスチョンを使うことがまあまああります。そんな大変な中どうやってこれまで頑張ってきたのとか、なんで頑張ってこれたのって聞くと、ちょっとその人が持ってるものっていうのが出てくることがあるからです。どうして頑張ってこれたのって、だってあの子がいるからって、あ、お子さんって、本当にって、あの子がいるから何プレシャスって、あの子は一人でも何にもできないしって、そうかって、他に面倒見てくれる人もいないからって、だからって、だから私は頑張ってきたんだって、そうかって、頑張ってお母さんやってきたんだねって、そうかって、どんなことしてきてあげたのとこうやるわけですよね。大したことできてないけどって、そんなことないよ、どんなことしてあげた、私がしてた、ね、ご飯食べさせてなんとかかんとかでって、そうかって、よかったね、だってそれなかったらあの子死んじゃってたもんね、大変な中よくお母さんやってきたんだって、こうなるわけですよね。でもし行けそうだったら、あの子がいたから頑張れたって言えるのかなって、そうだと思います、そうかって、じゃあもしかしたらあなたにとってもあの子がいたのはいいところもあるかもしれないねって、こうやってみるわけですよね。だ、そうかもしれないってなったら、よかったってね、あなたは頑張ってあの子支えたしって、ね、あの子なりにお母さんにね、なんか頑張らせてくれたのかもしれないよねって、いや、それ聞けてよかったって、こうやってみるわけですよね。もしくは人が出てくるかもしれないよ、いやって、なんかね、近所に住んでるおばさんがあって、たまにこんな声をかけてくれてって、あ、そっか、そういう人いたんだね、よかったねって、捨てたもんじゃなかったねってやるわけですよ。その時にね、おい、なんでお前さっき一人で誰にも愛されてないって、愛されてんじゃねえかこの野郎っつってもしょうがないわけだから そういう無粋なことはしないっていうことなんですよね。そうかよかったねって、あ、そういう人がいて、で、言われた時どうだった、プレシャスって、で、いや、こうでこうで、あ、そうかって、そんな人もいるんだねって、なんかさって、あなたがもう少しでもね、少しでもなんかそういう人たちにもっとね、触れ合えていくといいなと思うよって。で、いけそうだったらさ、私もなんかそういう一人としてこれからだって関わっていけたらいいなと思うって、だってあなたこんなに頑張ってるんだからって、こうやってみるわけですよね。で、あ、そうしたらなんとかこういけそうかなみたいな、こういうシミュレーションいろいろしてみるっていうことです。で、そういうのがこううまくいくようになると、まあでも私でもですよ、ややこしいケースは、一応、あ、これややこしそうだなと思うと、3時間分予約を入れます。でも12年ぐらい練習してくると、まあ3時間ぐらいあれば相当ややこしい状況になってる人でも、なんとなくの終着点には、まあ、ほぼ100%いくだろうということがこう経験上分かってる。でも別にそれは1回でやらなくていいわけ。60分とか90分のセッションを2回とか3回とか4回とか5回とか、場合によって10回とかってやっていく中で、なんか吐き出せて、でちょっと自分にも気がついて、やれたこともあってっていうことが起こってきて、だっていいじゃん、一生ぐちゃぐちゃ言ってるよりは。ね、5回でも10回でもかけてなっていくっていうことが起こるわけです。で、私もすごく調子がいい時は相当ぐしゃぐしゃ言ってた人っていうのが5分とか10分とか20分とかでわーって変わることもありますけど、丁寧にやろうと思ったらこういうことを丁寧にやっていくっていうことですよ。前話したね、旦那さんのことを殺しちゃったお母さんのケースっていうのをね、話しましたね、このクラスでもね。はい、で、そういうケースだって、でもう、ね、本人は薬まみれで、幻覚見えて死ね死ねって言われて死にたいけど自分では死ねないとかね、何とかかんとかっていうのだって、丁寧に聞いて解きほぐして頑張ってきたことに触れて、で、今本当に自分がしたい思いに触れてって言ったら、あのセッションワンセッションですかね、90分のワンセッションでバンと人生変わるっていうことも起こるわけです。ただ、それを狙わずにとにかくゆっくりやってみたらいいんです。で、人間はそのハマってる時っていうのはもうハマりきっちゃった方がいいというのが平本さんの教えです。中途半端に引っ張ろうとすると何が起きるかっていうと、ね、引っ張ろうとするとそれに対してまた本人は さっきそういう気持ちになったでしょ？やったりとか、もしくはこの引っ張ろうとしてくれることが嬉しいから、ますます落ち込もう落ち込もうとこうしていくわけです。
だから寄り添って、しかも過度にあんまりやりすぎずにね、あのそうか辛かった、何が辛かったんだろうって気持ちが感じられる。でどっかで必ずそこを打つって信じて関わるっていうことです、まあ、要は気持ちよく愚痴る、気持ちよく自分のことを責める、人のことを責める、気持ちよく泣く、